ハイシフライフを続きからやっていきたいと思います。本日は、本日もですねちょっと新しいメニューを作りつつ、あとほとんどはカシムたちに任せて行こうかなと思います。はい、とりあえず私はもう新メニューを作るというところに全てをかけていくのでね、できるだけね、ちょっとこうストーリー進めたいんですけど、私ストーリー進行マジで遅いよね。自分がびっくりしてる、ほんと。始まらない、始まったとりあえず私が今やるべきことは、大丈夫、誰も顔出てこないんだけど、みんなビストロ伝統の味、ちょっとこれは後にしよう後にしようじゃないよね。分かった、じゃあとりあえず、はい、なんか提供する料理変えるか。まあカシムがねマジで優秀マンになったからさ、ほぼ全てのことを任せておいてもいいぐらいの優秀くんになったので、伝統の味がいいってこと？とりあえず伝統の味、伝統の味、伝統の味はオレンジのやつね、を優先して置いとけばいい。とりあえず結構あるね、伝統の味、ね、伝統の味、ムルガイって伝統の味だったの？そうなんだ。ちょっと多い？まあいいわよ。興味があるお客様？なんや、興味があるお客様って。どういう目線？切れ気味。何、どういうこと？軽食を2つ作る。スキルを上げましょう。何なの？上げないわよ。逆切れ。感じ悪い。今日はね、入荷しなくてもいいはずなんだと思ったんだけど、入荷しちゃいけないのか。ちょっと足りない材料。今現状置いてあるものでは。あー、そう、足りないね。くそー。やっぱそうだよね。ここは足りてるから、ここですね。ここと、あ、違う。一個減らして。はい。急いでください。さあ、その間に私がすべきことは、今から作る、新規メニューを考えましょう。どれを作りましょうって。ボロネーゼ、すごい緑、ひどくない？緑って理由だけで選んだんだよ。どういうことってね。あれ、シーフードリゾットって作ったよね、私。なんでニューってついてんの、これ。あれ、作ったよね。あれ、違ったっけすぐ閉じちゃう。ボロネーゼ、ボロネーゼ、ボロネーゼ行こうか。そうだね、ボロネーゼ行こう。これもね、作れたらいいなぐらいの。はい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 、ちょっと待ってください。急ぐわよ。ちょっと作る量多いからね、うん、この辺をカシムたちに任せれたらマジででかいんだけどさ、それは望みすぎだよね、はい、新鮮さに欠けるわよね。だ
だってこれね、動画撮るの1週間ちょっとぶりなんですよ。だから1週間ちょっとここ放置してたってことでしょ、この材料。腐ってるわよ、本当に。よし。はい。さあ、やるわよ。まずこの J のベースからいくわよ。ちょっと多くない？必要な材料。あ、にゃだ、2個ずつ取っちゃった。本当にやだ。すごいやだ。ちょっと待てよ。まず生地な。うん。んで、それをペンネにします。で、茹でます。茹でます。だから、先にお湯沸かしとこう。利口だよね。うん。利口なんです。はい。スイッチオン。あれ。スイッチオン。沸騰してるのに入れるのってどうかしら？悪い？まあ、いいわよね。いいわよ。よいしょ。大丈夫？で、これを、え？あれ？はい、あれ押してますよ。すいません。びっくりするわ、ほんと。このね、もうほぼなんかこう鉛筆みたいなものをね、頑張って生成して、はい、絶対鉛筆だと思うのよ、これ。私でね、多分塩いるんじゃないの。いるよね。早っ、超早い。全く足りません。はい、ちょっと待って。全く足りません。足りません。いいですか？はい。大量に取りすぎたさ、材料、ちょっとこの辺に置いとくね。間違えた。返して。よし。茹でている間に、緑色の液体を作りましょう。はい。ちょっと私、緑色の液体はごめんなさい。本当にお断りしたいって感じ。完成してる、完成してる。やばいやばいやばい。回収です。じゃ、待って。で、回収しました。で、次、フライパンがいるのか。フライパン、フライパン。で、うわ、めっちゃある。一個でいいんですけどって感じ。で、スパイス何いるのこれ。塩だっけ。ちょっとほんとね、あのぬいぐるみ置くのやめた方がいいよね、これ。テレビの前に邪魔だわ。よし。ちょっと一応全く足りません。これどう？美味しそう？わかんない。こういうの好きな人は美味しそうと思うかも。私ちょっとこれダメかも。うん、あ、ダメかもね。だいぶ緑いいね。うん。何？何話してんの？何の話？
もうこれで出来上がりだよね。よし。で、あとも盛り付けね。オッケー、盛り付け適当にやろう。最悪よ、適当にやろうって。え、カシム暇だな。させることないんだよな。料理でも作らせようか。さあやっていくわよ、私の地獄の盛り付け講座。さすがに緑色なのでちょっと映え、なんだろう、白とかのがいいですよね。黒に緑ってちょっと本当に、え、大丈夫みたいな感じになっちゃうから、これいらないです。パスタなんで。え、そうでしょ、これ皿が悪いって。え、どうしよう、私これほんと大好きなんだけど。お前これにしよう。あ、置けないわ。ね、この皿が悪い、皿が。なんで私これにしちゃったんだろう。いいよね。なんかさ、緑色のさ空間にさ浮いている何かだよねこれね。あ、待って、でも葉っぱの添え方綺麗。ね、どうですかこちら。こちらをレストランで使用します。本当にもう誰もお客さんが来なくなるかもしれないけど、もうそんなの気にしない。いいのかこれで、本当にいいのか。どうしよう。なんかあったかくさ保存できとくものがあればさ、それを作っとくんだけど、これ作っといてもらおうか。それ保存できるもんね。肉団子って保存効かなかったよね。やべ、それしか作るもんない、ごめん。さあ次やるぞーい。なんか言った？どうしようかな、まあ、リゾット行こうか。そんなね、あのパスタばっか作ってられませんよって。米だ米だって。何が必要だと、こんなもん。まあ、違う、そか、生ハムさんが必要なんだ。え、初生ハムじゃない私。あ、初ハムハムどれ、これ。うお、ハムだハムだ。え、ハムだハムだ。美味しいよなこういうハムって、ね、え。クッキングもしてるでしょ、あなた。もうどうしたの、大丈夫。OK。 ちょっと待って、OK みたいだからちょっともらう。あー汚い、私のその残飯たち。ちょっと待って、残飯ってか違う、残骸。はい、ちょ、残骸片すわ先に。すごいドブみたいな色してるよ、大丈夫。とりあえずブイヨンを作りなさいという指示なので、ちょっとブイヨンをこの鍋使えばいいんだね。よし、はいはい。あれ、ごめん、それ何、なんか足りないんだけど。そうです、材料があの足りないみたいなんですけれども、何ですかあれ。え、何あれ。How's everything today, chef? 何話してんの、何言ってか分かんない。あ、ん、牛の骨髄。へえ、骨髄ね。そりゃ取ってないわ。
本格的じゃない骨髄まで入れちゃったらもうね、すごいわよ。もういいや、ふとしとこう。よいしょ。で、次が、エシャロットを切って、チーズを木っ端みじんにすると。はい。OK。怖い音。これ相変わらず音怖いよな。OK。今日の調子はどう？まあまあかな。うん、比較的まあまあって感じ。これができるの待ちなのよね、あとはね。そしたら終わりだもんね。オッケー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 。え、待って、早くない？この時点でさ、2品いけてるのはちょっとガチ優秀なのでは。うん。今日の私優秀だな。マスタード使うの？へぇ。マスタードはまあ好き嫌い出ますよね。私も子供の頃はマスタードって本当嫌だったもんな。あのホットドッグにもケチャップしかかけないし、あのマックのナゲットとか食べるときも、まあ、モスもでもどこでもだけどナゲット食べるときはもうバーベキューソース、それが私って感じだった。さあやっていくよ。うわ、ちょっと待って、入れるぞ。まずは混ぜなくてもいいから、とりあえずは。んで、スパイス入れます。この時点では入れなくない？マスタード。変だよ、この時点でマスタードでベトベトになるよ。ね、火力上げていこう。あの、お米がちょっと浮いてるのリアルじゃない？ね、絶対自分でやってもこうなるよね。さっきの緑色パスタに比べるとこれはだいぶ私食べられるなと思う。ね、どうしたの？チャレンジ？チャレンジ1年生って？めでたいわね。ちょっと待って、違う。スパイス入れます。さすがに入れます。全く今ので全く足りないの？すごい入れるじゃん。結構色がどぎつくなってきてるけど大丈夫？結構濃いめの色ですね。ずっと歩いてる。本当はカシムに掃除させてあの子に何かやらせた方がいいのか、レベル的に。そうだよね。あ、失敗した。そうだよ、カシムが掃除すればいいんだよ。よし、何をしたらいいのかわからないな。やばくない？あんた大人でしょ。ちょっと大人、はい、これもじゃあ自分流にしてみる。黒だから、黒でもいいと思う。なんか結構映えそう、黒の方が。で、てかお皿増やしたいな、そろそろ。ね。そうだよね。あ、すごい、いろんな形あるよ。ねえ、ほんとこういうの私の心くすぐる。でもさすがにさっきやったからな。え、なんか、ハンバーガーかよ。ね、
え、嘘でしょ？入れてるよね、私これ今ソース。え、嘘？終わった。やだ。ソースが死んでる。ちょっと待って。ソースやだ。本当にソース嫌。え、何このソース。ソース。独創的すぎるだろ。何これ？現代アート？現代アートじゃない？これ。ほら、現代アート。いいわね。いいのかしら、ほんと。あ、これ現代アートだね。何これ、どうなってんの、これ。あ、いいね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 。いけ！いけ！ 現代アートだね。言いたいだけだよね、もはやね。これ別トークに、ま、対になるようになんか塗っとこうかなって。以上です。え？これが現代アートです。現代アート舐めんなよって感じだよね、本当に。子供騙しって感じ。さあ、もう一品はキリかな。ね、結構キビいかもよっていう。いけなくはないと思うけど。あ、そうですか。ありがとう。褒めていただいてどうも。感謝しております。そんなことよりも私は今からちょっと間に合うのかが不安です。はい。相変わらずちょっと使うものの量が多くて本当困惑しております。まずはね、恒例のパスタをちょっと作っていきたいと思います。はい、急いでください。で、そっか、茹でるんだパスタ。鍋使いすぎてない？大丈夫？急いで。で、肉。あ、終わった？ まさかの肉だって。はい、肉だ肉だ。押してるって私今絶対ある。絶対押してると思うんだけどな。見てこれ、手が荒ぶる。え、なんで？何が嫌なの？ ZR 押してるんですけど。どういうこと？生地あったってこと？ そういうわけじゃないよね。ちょっと待ってあげる勇気っていうのも大事だよね。意外と待ってあげたら出てくるから。やばい、新メニュー作るだけでさ30分いっちゃうんだけど。どない？ ね、マジどないって感じ、ほんとに。Our customers will be blown away today, believe me. なんて言ってんの？よし。で、お肉を切り刻まないといけないので、お肉。よし、
久々に肉切るわね、はい、でそれをミンチにかけると、はい、ミンチミンチお肉ミンチね、時間やばくない？結構ギリギリのラインじゃない？ギリギリ攻めてる。気持ち悪いね、ちょっとね。なになに、どうしたの？大爆発って感じ？あ、出来上がって出来上がって、はいはい。で、野菜とか何も取ってないんだよね。玉ねぎだけかい。で、パルメザンチーズ、はい。と、玉ねぎ、はい。これですね。ほい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 。何か言った？で、ちっちゃい鍋ちっちゃい鍋ちっちゃい鍋ください。はい。ファイヤー。ファイヤーファイヤー。ここはね、火力強めていきます。で、これ何がいるの？塩ね、はい、はい、OK。 んで、ドーン。混ぜたいね、混ぜたいんだけど、ちょっと待ってよ、タイミング見計らっていくから。2になる直前に混ぜようか。で、あとパスタ茹でてるもんね。だからもう炊き上がりじゃない？ほら。Do we have everything we need for this evening, chef? で、やだやだやだ、急げ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 。やばいやばいやばい、時間やばい時間やばい、マジで時間やばい、積んでるかも、ピンチ。早く出来上がってくれ。やばい、なんかみんなもうさ、スタンバイし始めてる。やべ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 、私全然無理、スタンバイとか次元にないの、ごめんね。ちょっと待ってよ、私のことも待ってくれよって。これまかないで食べさせてあげるから、みんな。ねえ、だってこれで盛り付けたら終わりでしょ。マジ早く。こんなに火力強く作る人いないよね、絶対ない。危険よ危険、焦げたっていいぐらいのスタンスだもんね、ほんとね。やった、今日3つ覚えれましたよ、優秀。今日の私優秀。もうこれはこのままいこっかね、はい、はい、オープンしますよ、はい、いいですか皆さん。I don't know what I should work on. さあみんな、やることやるわよ。まずカシム、あなたはこれと。Right away. You know I love prepping fish. Okay. あなたはね、とりあえず。Yes, chef. Chef. ミスったな、フライドポテトもっと作ってもらえばよかった。No problem. なんかいろいろあるよ、ここに。かわいいよね、なんかこういう料理。あ、不安だわ。何頼んでくるつもりかしら。お二人ね、まず。あら。あの白い髪の方、髪型かわいいわね。
ちょっとなんか褒めとけばなんかいいかなって。来たよ。No。 私が思い描いていたものはない。マジ、ちょっとこれ冷蔵庫入れてくるね。お前の仕事なんだよって、冷蔵庫入れるだけかよって感じだよね。そう、それが私の仕事。ちょっとポテト作ってもらった方がよかったな。そう、ポテトもう一個作っといて、ポテトウーマンになっていただいて。 OK、 シェフ。はい、 OK。 何作ってもらってたっけ今。これはお客さんは求めていないものを作ってますね。 No。 カシン、まあ、私が指示出したんだからしょうがないんだけどね。私は見てよ。もうしょうがない、しょうがない。やっぱカシムにね、成長の機会を与えてるの。上から目線、ほんと嫌。もうホワイトソースいらないかな。うん、出来上がったよ。優秀だね。とりあえずここに置いとくね。はい。結構お待たせしちゃうかもね、今日は。うん。前回もでしたけどね。もういいからね、ホワイトソース。これ最後だよ。うん。これ以上あってもしょうがないからね。はい。ポテトの方が大事って感じ。これ二人ともさ、作れるようになったらでかいよな、この料理フルに。マジで私としてはすることなくなるもん。いいぞいいぞ。ポテトウーマン、そのポテトはみんなで食べようね。ありがとうカシム。よく考えればカシム全部作ってくれるんだったわ。よし。んで、もうエビも作り始めてるから、カシムにエビも作り始めているので、もう一度これと、あ、間違えた。あ、ミスった。まあ、いっか。そんなにミートボールいらないよ、みたいな。あの女性が、あれを食べるのね。ごめんなさい、男性。もう少々お待ちよ。あ、時間かかる系これ。かかりそう。エビとワインのリゾット。まずいわ。4人！ちょっと待って。アデル！なんとかするのです。アデルまだこれも作れないの？絶望したマジか。Understood, chef.まずいな。思ったよりアデルが作れねえ。そっか、レベル10からか。カシム頑張ってくれ。ピンクウーマンいる、ピンクウーマン。やっぱあの男性とイライラしてない？ちょっとイライラしてるよね。イライラしないで。ここから念送っとこう。イライラしないでください。イライラすると、私の帽子が飛んでいくよ。ピュンって。今、うちのカシムが頑張ってるんで。ね。頑張れ、カシム。お前はやれる子だ。よし。さあ、提供します。何が来るんだろう。うわぁ。一個私やるね。さすがに私もお仕事するわ。え、てか待って。絶望したんだけどさ、最初にカシムに作ってもらった料理、注文入ってないんだけど。え、人気ない？絶望。まずい。え、待って。この貝作ってもらってなくね？作ってもらってるわ。あ、いけるいけるいける。
なら、カシムは、次、エビやな。エビ作っとこうか。ライトウェイ。これなんだっけ？これ多分今一番いらないやつだわ。ごめん。アデルどうする？いらないわ。アデルにお願いしてもなーって感じだよな。マジで作ってもらうもんないわ。どうする？一生ポテトあげといて。なかなかないよね。一生ポテトあげといてって。仕方ないのよ。ポテトあげるぐらいしかできないんだもん。あ、帰ってるわ、あのお客さんたち。気づいたら。早く帰る。アデルが、あの、ミートソースじゃないわ。あのミートボールの、もうあの、いい具合の部分まで作れるようになればね、私としては本当に、言うことなしなんですけどね。言うことなしよって感じなんだけど。ありがとう。全部カシムいたよって、本当良くないと思う。カシムが一番忙しい。誰よりも忙しい。できましたね。何なの？誰に出すんだろう。あの女性みたい。まずい。メンズの料理あれかもしれない。あれ、これさ、なんかマークついてるのってもしかしてあれかな、魚介類だから得意ってこと？なんか言ってたよね、魚介類得意ってね。で、なんか彼女は肉がと肉ウーマンだもんね。の心なしかカシムの動きがめちゃくちゃ早いんだけど、そういうこと？あんたすごいよ、本当に。褒めたい。あ、うわぁ、すごい。あのピンクの服すごくない？4人もメンズ来ちゃって。メンズどうする？みんなメンズ来て。メンズ、メンズ飲んのって感じ。どうする？ちょっと困ったね。あ、独特な、あのピンクの服の人、仲良くなれそうだわ。ここはあのフライドポテト屋さんなんですよ。実質やることがないよっつったって、あんたレベルが低いんだからしょうがないじゃないのよ。誰だろう。あ、そっちのメンズだった、はい、やっぱそうだね。ミートボール作るのはめっちゃ遅だもん。そういうことだ。なるほどね。肉は彼女に作らせた方がいいんだろうね、本当は。頼むからこのさ、なんかアスパラみたいなやつ頼んでくれ。これ1個余ってんだよ。頼む、頼んでくれ。来い。来るんだよ。来た、来た、来た。よっしゃ。仁王立ちしないでよ。どうしようもないんだから本当に。No problem, chef. もうレベル上げるために何か作らせるしかないからさ、とりあえずね。よし。でもう一個私即出せるわ。ちょっと待ってよ。何、あと。もう一回あれか。もう一回これや。はい。That's my speciality. You're going to love it. 得意料理なんだ。やっぱそうだよね。知ってた。うん。これもらっとくね。で、ちょっともらうね。私が提供するもの、これだけです。はい。全何もしなかったもん。前回ひどかったね。ガチで何もしなかったからね。はい、よし。あと2つなんだよな。エリートワインのリゾットはあんま得意じゃないんだね。やっぱさすがにそのあれか、エビ入ってるとはいえば主食はご飯だから違うよってことね。
リゾットめっちゃ作るの早いじゃん。あ、レベル10になってる。ナイス。もう経験値あげたいから何でも作って、とりあえず。Understood, chef. 経験値がないから本当。頑張れカシム、頑張れ。お前が作れよって、それはそう、本当に。でもやっぱ私は上に立つものとしてね、みんなのやっぱスキルアップをなんかこうね、ものは言いようよね。よし、これラス1かな。誰なんだろう、それ頼んだの。あ、そちらの方ね。はい、はい、やちょっと怖、なんか包丁のスピード怖。すごいすごい、もうなんか浮いてたもんね今ね。特殊能力かしら。え、何今ここに入った、帰った後になんかかかってて、上から怖、バグいもんね。すげえカシムかっこよ、そのスピード感。ありがとうね。さすがに終わりなんじゃないかなって私思ってるんですけど、どうですか。誰なんだろう。終わった。拭くのやめなさい、ほんとテーブル拭くの。ちょっと待って、え、粗末なサービス、なんで、何が粗末だったの、遅いって。お互いの息が合ってませんでしたそういうことな。わかったわかった、次回から頑張るわ。もうちょっと、初めてここまで文句言われたね。びっくりしちゃった、文句言われちゃったの私。みんなに頼りすぎ。盛り付けが大人気だったわ。私のフォロワーからのエンゲージメント率がものすごく高いの。やったわね。これはまだ序の口だから、私たちコラボすればレストランに新しいお客さんがたくさん来るわよ。ストーリー進んだんだね。あれどうしたの、私辞めますって限界ウーマン。シェフ雇ってくれてありがとう。私は調理師学校には行ってないけど、でも実家がお肉屋さんだからいろいろ知ってるよ。なんで今更それを言い出したの。お肉のことなら何でも任せて。最近は環境保護のために肉の消費量が減ってるんだけど、だからお肉を食べるときは何か特別なものが食べたいってことなんだよね。いろんな肉料理を手伝わせてもらえるかなシェフ。あ、そういうことね。ここからアデルのストーリーが始まるってことね。オッケーオッケー。肉な、ちょっと待って、あ、ちょっとあれ見てくるか。いや粗末って言われたの本当に許せないんだけど、どうしたらいい私が悪いんだろうけど、これだ。はいはいはい、なるほどな。肉、もう肉肉肉ってことね。オッケー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 。肉ウーマンなのね。はい、じゃあちょっと肉料理いっぱい提供した方がいいですね、こうなってくると。さあ何覚えますか。肉料理覚えた方がいいんじゃない、それこそね。絶対そうだよね。でもこれかわいいかわいさで選んじゃいそうになる。じゃあこれね、牛肉。はい、もう覚えれない、つらみ。よし、ということでですね、今回一旦この辺で終わろうかなと思います。次回はもう肉尽くしの回になるかなと。そして、久々ゆうたちゃんちょっと本気で料理頑張ろうよっていう回になるかなと思います。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。